皆さん、こんばんは、えー。今夜のインタビューはですね、ベンさんという方に来ていらっしゃいます。どうも。はい。こんにちは。こんにちは。ベンと申します。今回ね、急にお声をかけて来ていただいたっていう、はい、感じなんですけども。ベンさんは何だろう。あの、実はいろいろなところで、はい、あの見かけてまして、僕インスタグラムもやってるんですけども。はい、<laughs> ありがとうございますあ。実はインスタでも、あの、あの知り合いだったっていうような感じなんですけども。はい <laughs> あのどれぐらいケアンズにいらっしゃるんですかケア、はい、ンズはですね今年の2月から移ってまいりまして、<あ>はい、そうなんですか、はい、その前はどこにいらっしゃったんですかえと今までオーストラリアに20年いるんですけども、も、ねええ、最初にまあシドニーに2年ほどで、その後にパースに15年ほどいまして、<ー>で一応1回ちょっと日本に、えー、帰ってまして、で今回、日本のまあ福岡の方から。 2>, えー、2月に起安に移ってきたしだいああ、そうなんですか、うんはい、あ僕、てっきり、なんかオーストラリアが長いなと思ったんですけども、うんはい、あそうなんですね、そうすねどういったことをされてるんですか、はい、今はですね、プレーアースといいまして、えー、現地に基本的に来られる留学生であったりとか、えー、ワーキングホリデーの方のサポート、えー、であったりとかですね、あと日本の方でも飲食店の経営とか。 そうですね、そうですね、そうですね、一応、日本とオーストラリアの方で、いろいろビジネスの方展開しておりますああそうなんですか、うん、今回、ケアンズに来られたなん、はい、きっかけというか、は何なんでしょう今まで長くいましたパースの方まあ15年いたんですけども、えーまあ、本来はずっとそこにいようと思ったんですけども、結構街が変わってです、ね、この景気のと,ともにですかね、バブルのやっぱり影響もありまして。 で非常にちょっとまあ個人的にはまあ昔より住みづらくなったなというのもありましてう,ーんうんまああといろいろ気候の変動とかも踏まえてで一番温暖で過ごしやすいケアンズの方に、うん、来ようかなとああなるほど、うんはい、そうですかええーはい、面白いですね、えー、逆にそのまあ,けじゃあケアンズになんて言うんでしょう、はい、まあもちろん温暖住みやすいというのもあると思うんですけども、はい、逆にその 可能性とといいう、はい、いううかか感じたっていうのもああるんですかそうですすそねあと日本からやっぱりアクセスが良いというのもビジネスの一つの予定とですねあとはあの個人的に結構旅行がすごい好きなんですね。うん、でいろんな人を、まあ、いろんな場所に連れてくっていうのもいろいろやってましてうん,うんでケアンズ来られた時にもそういうのもしやすいかなという、うん、感じですね。あそうですか、はい、じゃあもう、まあ、2月ということなんですけどもズバリケアンズ魅力っていうのを何点かい ええ、教えていただけますか。そうです個人的にはやっぱりこのオーストラリアの良さの一つ大自然ですね。であとはやっぱり人の良さというのがやっぱりこう顕著に出てる場所かなと思いますので。う,ん,うん。まあそこが本当いくらこうオーストラリアがバブルになってもまだまだケアンズというのは、うん。その素晴らしさというのは残っているいい街かなと思いますね。なるほど。自然というお話ですけども、はい。特に何かおすすめスポットございますか。はいはいはい、えっ、ー、と今回ケアンズに来てまあいろいろ国立公園行ったりとかですね。 であと、時々あのガイドのお仕事もやってまして、うん。で、お客様いろんなとこ連れてっているんですけども、良、えー、かったのは、先、先月に行ったウールヌーラン国立公園、うん。まあ、世界遺産の一部であるところでキャンプをしまして、うん。やっぱ自然の大すごさですね。うん。あの、えーとですね、場所、ここからウッドベル、うん えどこでしたっけこっから南に行きまして1時間ぐらいで行けるとこですねああそうですか何でしたっけエンブルートンのあとにある大きな町何でしたっけサトウキビの町が南ですかはい<南> 1>, 1時間バビンかあゴードンベールそうあゴ,ノルあ <laughs> ゴドールああのゴドンベールからちょっと内陸に あ朝後に抜ける途中ですね。あ、なるほど、うん。野生の馬とかもいるエリアです。うん、うん、なかなか渋いですね。そうですね。一応王子の友達もちょこちょこいて、うん、うん、もうアレンジをお願いしていったんですけども。うん、なるほどね。すごかったですね。うん。 ああそうですか。はい、えー。じゃあもう今のところはもうケアンズの魅力を発掘というか、ねうん。そうですね。ですね。はい。はい。うん、それとあの、まあ、今回このインタビューになったきっかけというのが、まあ、あるイベントなんですけども、はいうん、ま、この放送が実はそのイベントの前ということで、はいうん、この放送が流れている時にはもうそのイベントが終了したタイミングなんですけどもね、はい、このイベントというのが、 実は日本代表とオーストラリアのサッカーの試合ということでこれはもう僕もサッカー大好きなので <laughs> 思わず反応してしまったんですけどもねこういったイベントというのはででしょうううん、個人的にやられているというかそうですね今まであのパースに移ってから、えー、大体2001年からなんですけども、えー、個人的にもいろいろイベントをやってましてで、まあ、趣旨としてはあの国際交流を推進する、うん、という形で、まあ、あくまでもボランティアではあったんですけども、えー、大きい時きはもう500人。 クラブに呼んで<ー>、うんえー、音楽イベントとかですねいろいろ交流イベントを企画してましてで、まあ、それが結構パースでうまくいってたもので,、うん、でケアンズ来てやっぱりイベントが全然ないなっていうのも感じてですねで以前実際あの私も5年前6年前にケアンズでもあの音楽イベントやったことがあるんですけどもその時にですねジャパンナイトといいましてで、えー、結構ケアンズでパフォーマンスする方々を集めてですねでその時も200人ぐらいの 規模であそうですね、今は亡きあのブッダバーっていうあのマクドナルドの上にあるですね、おそこを貸し切りであったりとかですね。<ー>で、今回も私もまあサッカー好きというのもありましたので、どうせ見るならやっぱりみんなで応援したいと。 ということで、しかも大事な一戦ですのでね。すごい大事ですよね。もうっていうか、まあ、この放送を流れている時にね、結果がわかっているん。なんともね、妙な感じですよね。流れた時には、何言ってるんだっていうね。何言ってるんだなのか。ね、あの、笑顔でなのかっていうね。感じですよね。まあ、本当に、まあ、重要というかね、あと二試合しかない。そして、その、まあ、その。 ね、この試合っていうのがオーストラリア、うんね、ここ最近全く勝ってないねあの一戦、はい、でそのあとが最後の試合がサウジアラビアのアウェーというねこれは決めたい <laughs> ここで,ですよねまあそんな感じで、はい、まあ僕もオーストラリア長いんで、はい まあ気持ちとしてはね、どっちにも、どっちにもっていうか、見てるんですよ。オーストラリアも実は結構微妙じゃないですか。何やってんだ、オーストラリアみたいな感じじゃないですか。オーストラリアは日本に勝ってまでいけないんですよね、確かね。ただ、最終戦がタイかなんかかな。だから、相対的に見ると、オーストラリアの方が分があるんですよ。日本戦、結果出してるし、最終戦が確か。 まあ隠したというか日本はサウジアラビアですからねし,しかもアウェイっという <laughs> まあ,ある意味いい試合になると思うんですけど個人的にはねやっぱり、ね、ホームですからねそしてやっぱオーストラリアっいうのは本当に僕もね因縁があるというかやっぱり遡ること2006年の、うんはい ドイツ、ええ、ヒリングのね、あの悪夢ですよ。はい、まあ、あの、僕はメルボルンで見たんですけど、<laughs> 当,も当時ね。<ー>まあ、あの、本当に <laughs>、うんね。最初行って入れるんですよね。ええ、あの、確か俊介が。<laughs> ポーンってあげた球を、交錯して、高原と、当時、シュワッツァーっていうね、結構、すごいいいキーパーがいたんですけども、こう、なんかね、微妙な一点だったんですよね。なんか、こう、向こうが、いや、邪魔したとか何んか言ったんだけど、もう一点だから、みたいな感じで、ま取ったんだけど、もうとにかく、当時のその監督ヒリングっていうのがね、ほんと名称で、もう怖くて怖くしょうがあったんですよ、ええ。 これ、守りきれると思えないなっていうね、それがもう的中というかね、80分過ぎた、パンパンパンってあれは崩れ落ちましたよね、そこから始まって、いろいろね、もう本当にアジアカップとかも含めて、もう本当にあれだったんでね、この総決算じゃないけどっていうのもあるんですよね、いい試合してほしいなって感じですね。ぜぜひひ はい、で今後何かほかに、例えばイベントだとかそ一応あの、結構音楽系の方々のコネもありまして、でそのパースの時もですも、ね、プロのアーティストをあの日本からお招きして、でえー、またクラブを借りてです、ね、やってはいたんですけども、一応、キャンズもやらないかということで、声はかかっているので、もしあの、まあ、十分なこうお客様を見込めるのであれば、またライブハウスなり、クラブを借りてですね、うんうん、で日本からの,あのミュージシャンを呼んで。 うんあのイベントをしたいなとは企画しておりますね。あそうですか。はい、あのこのまあラジオを始めてから一人、はい、あのケンタさんっていうミュージシャンが、はい、ケンタヤさんという方が <A> たまたまラジオの関係で、うん、あのその コンタクトがあって、すごいそのビデオを見たらものすごい面白いミュージシャンで、ぜひあの、もし来ることがあったらばって言ったらば、ば来ることになったんですよね。ケアンズインで、はい、その後まあいろいろ行くことになって、えーで、それで来てくれてで、スタジオで演奏もしてくれて、はい、本当にもうギター持ってきて、演奏しいですかって、え,ー、えてしてくれるの で、結局それが最初で、その次の年に来た時にはもうすごい有名になっちゃって、フジロック出たりとかして。あ、本当ですかすごいね。すごいねーっていう話で。で、もう今はもうベルリンに住んで、結構もう、アクとしてるような感じなんですけども。そんな感じで、結構ケアンズって、なんか。 来やすいというか、ええ、そうですね。うん、ついでにあのシドニーとかブリスベンとか東海岸を回るツアーっていうのも行えるので、そうですね、うん。一応そこで他の方ともコラボレーションして、うん、考えてはありますね。ケアンズは結構あれですよね。うん、あの町の規模に規模に。はい 割りにはアーチ度が多いっていう感じはありますもんね。うんえー、キュラントとかも割と結構いろんな幅広いアーチやったりね、うん。そうですね。スタートとしてはいいかもしれないですね。えー、そうですね。そういう形でまたね、はい、ケアンズ盛り上げれればなと思いますね。ありがとうございました。はい、ちなみに、ベンさん、そういったまあイベントとかを知るには、どこが一番いいんでしょうか、はいはい、えっ、ー、と、私のそうですね、まあ、フェイスブックもありますし、まあ、ホームページも一応ありますので、そちらで両方で情報発信は常にしておりますね。ちなみににはどのように、うん Facebook は私の名前で入ってるんですけども自由人弁ってやっていただくと自由人弁で出てきますそうですねおそらくグーグルでも自由人弁ってやっていただくかあとは会社名というかビジネスネームでプレイアースプレイアースですね出てくると思います分かりました皆さんこれから弁さんの方もいろいろイベント企画してるということなのでケアンズこれから楽しい街になると思いますんでね皆さんで協力して。 はいということで今日は本当にありがとうございました。